19日未明、北九州市の旦過市場で起きた大規模火災で、火元は市場北側にある飲食店である可能性が高いことが捜査関係者の取材で分かりました。19日午前2時40分ごろ、北九州市の旦過市場で起きた火災は店舗など40軒以上を焼き、およそ65時間後の昨日午後7時半にようやく鎮火が確認されました。警察はすでにおとといから安全が確認された旦過市場北側で実況見分を進めています。捜査関係者によりますと、初期の消防への通報内容や目撃情報などから、火元は旦過市場と隣接し最も損傷が激しい新旦過横丁内にある飲食店である可能性が高いということです。警察は引き続き新旦過横丁内の実況見分を進め、火元の特定と出火原因を調べる方針です。